今回のネクスターズはソフトテニス界期待の女子高校生ペアザハ・さくらさんと玉城あおなさんが登場。息の合った動きで勝利をつかむ2人の凄さに迫ります。マサマジックのチャレンジマジックはデポアイランドで衝撃サプライズ。今回も張り切っていきましょう。新時代情熱応援番組ネクスターズ。はい、ということで始まりましたネクスターズです。イエイイエイ。この番組は新時代への新たなネクストスターネクスターを探していこうという番組です。はい、ということですね、ただいま台風中継しております。今回強風の中新たなネクストスターネクスターがいるとの情報を聞きつけ、ファッションさんがやってきたのは名護市にある名護市営テニスコート。この場所にネクスターがいるということで早速向かってみると、息の合った動きで得点を決める彼女たち2人が今回のネクスター。ソフトテニス界期待の女子高校生ペアザハ・さくらさんと玉城あおなさん。現在名護高校ソフトテニス部で技術を磨く高校2年生のさくらさんとあおなさんは昨年のインターハイ県予選の団体戦で優勝、さらに2人1組で挑む個人戦でも準優勝を果たし、全国の舞台でも個人戦では4回戦進出を果たしました。そんなソフトテニス界のネクスターさくらさんとあおなさんの凄さに迫ります。ちなみにネクスターズのことは2人とも知ってた？はい、知ってます。どう、嬉しいとさ恥ずかしい、どっちが多い？さくらちゃんはどっちが今恥ずかしい？恥ずかしい。話来た時は嬉しいだったんだ。はい。あ、そう、今ちょっと恥ずかしいかな。恥ずかしい、やってみると恥ずかしいです。あ、そっか。あのちゃんはうん、恥ずかしい。恥ずかしいんかい。カメラ見たら。いいじゃん。じゃあさくらちゃんはソフトテニス歴はどのぐらいになるんですか？小学校1年生から始めて10年、11年ぐらいになります。すごいね、そんななんだ。あおなちゃんは？ああ、中学校1年生から始めたので、4年ぐらいです。ああ、そっか。じゃあさくらちゃんはもうだいぶ早い時期からスタートしてるんだけど、はい、その始めたきっかけって何だったか覚えてる？お兄ちゃんがテニスを始めて、うん、その時に一緒にやった感じです。そっか、はい、なるほど。お兄ちゃんのきっかけでやってみたいなってことで、はい、あおなちゃんは？家族が部活でテニスとかしてたので、うん、自分もやろうと思って始めました。そうなんだ。へえ。で、2人は一応今ペアでを組んでてやってるんだよね。はい。そのペア歴っていうのはどのぐらいになるの？ちょうど1年ぐらいです。去年のこの時期ぐらいから組み始めて。そうなんだ。はい、へえ。あ、そう。これってさ、ペアでさ、どうやって決めるの？監督が決める？それとも、なんとなく、私やるみたいな感じ？どんな感じで決めるの？監督が決める。監督なんだ。南城市出身のさくらさんと名護市出身のあおなさん、家族や兄弟の影響でソフトテニスを始めた2人は一生懸命練習に取り組み、強豪の名護高校に進学。高校に進学してからペアを組んだ2人は相性の良さもあってみるみる実力をつけ、昨年のインターハイ県予選の団体戦で名護高校は優勝。2人1組で挑む個人戦では全国インターハイで4回戦進出を果たしました。2人ともね、テニスやっててペア組んでるってことなんだけど、はい、まあ、ちなみにその役割としてどっちが前衛、どっちが後衛なのかな？自分が後衛で、前衛なんだ。後衛のさ、一番何その得意なところって何？何が私こうやっててこれ一番得意なんだよねみたいなところがあるの？自分が得意なのはバックで、バックのストローク得意です。あ、そうなんだ。はい。アナちゃんはどういう、まあ、前衛ってことで一番どういったところが自分スマッシュが。ああ、スマッシュ、はい、いいな。でも近くからスマッシュ打ったら気持ちいいよね。あ、ね。ちなみにあの柔らかいんだけど、でも結構な力でみんな打つじゃん。当たったら痛くない？痛いです。実際やっぱある？本当に当たった？あります。相手の前衛のスマッシュが当たったりとか。そっか、イラッとする？いや、いや
しないです。いや、そうイラッとするでしょ、ちょっと。しないの。いや、しないですよ。今後の大会はどうですか？1月、2月とかで大会とかってあったりするのかな？一番近いのは4月のハイジャパンです。ハイジャパン。ハイジャパン、はい。予選。これは県予選、それとも全国大会までやるの？全国大会まであります。優勝した選手、あ、優勝だけが、全国行けるんだ。おー、すごい。4月に行われるハイスクールジャパンカップの沖縄県予選に向けてトレーニングを行っていきたいという2人。4月からは3年生になる2人にとってハイスクールジャパンカップ、そしてその後のインターハイ県予選と大事な大会が続くといいます。再び全国の舞台で活躍する2人の姿に期待したいですね。さあ、この後はマサマジックのチャレンジマジックに、まだまだネクスターの凄さに迫ります。世界から注目されるマジシャンマサマジックが県内各所に出向き、学生に向けてランダムなアイテムで即興マジックを披露する挑戦企画、マサマジックのチャレンジマジック。前回に引き続きデポアイランドからサプライズをお届け。こんにちは。持ってくださいね。でこれカード全部バラバラです。こんな近くでマジック見ることってあります？ないですか？OK。 園香さん、カードを僕パラパラパラって弾いていく、好きなところでストップって言ってください、はい、どこでもいいです。ストップ取ってもらって、僕に見せずにみんなに見せて、カメラにもしっかり見せてください。 OK。 大丈夫です？はい、大丈夫です。園香さん、そのカードを今から僕が手にパームして、パームっていうのは手に隠し持つってことだね、はい、隠し持って今からこのボックスの中に瞬間移動させますね。ちょっとやってみますね。いけるかな。持って、今横から見えます？マジシャンこう練習したら見えなくなるんですよ。よく綺麗に手に隠し持つ技ができる。上からこう持ってきて、フレーズにこうふわっと落とすと、すごい、なんか感じました、うん、ちょっと蓋開けてもらっていいですか？そうすると1枚カードだけ4つ折りになってます。ちょっと取ってください。で、開けて皆さんに見せてください。やばい、やばいでしょ。皆さん、もう一回手出してもらっていいですか？こうですね。で次お願いします、はい、サインしてもらっていいです？これでも世界に1枚しかないカード作れます、はいはい、これでもインチキできないです。どうぞ名前書いてください。はい、アリサさん、アリサさん素晴らしいです。もうこのカード世界に1枚しかないですね。オッケー。さっきと同じことです。このカードを手にパームして、1枚だけなんでちょっと難しいですけど、やってみます。なんか感じました？いや、何も。ちょっと開けてみますね。ごめんなさい、手なもん持ってないですね、はい、開けると、お、ごめんなさい、ちょっと広くもらっていいですか？開けてください。アリサさんのサインが入ってるんですよ、なぜか。 Impossible I'm possible It's amazing。 サプライズ大成功。次回もあなたを驚かすこと間違いなし。それではまた来週お会いしましょう。 See you next week。 新時代情熱応援番組ネクスターズ、今回のネクスターは息の合った動きで得点を決めるソフトテニス界期待の高校生ペア、ザハ・サクラさんと玉城青菜さん。2人が所属する名護高校ソフトテニス部は昨年のインターハイ県予選の団体戦で優勝、さらに2人1組で挑む個人戦でも準優勝を果たし、全国インターハイにも出場、4回戦進出を果たしました。そんなさくらさんと青菜さんの凄さに迫ろうとした矢先、かなりの強風と大雨が会場を襲い、この場所では練習ができない事態に。そこで名護高校に移動し、学校で練習を再開するということで、我々もついていくことに。すごいね、なんかやっぱ強いチームはこれ天候に、ね、対応しながらもちゃんと練習してるところはすごいね、うん。そんな名護高校ソフトテニス部のさくらさんと青菜さんについて、
ソフトテニス部で監督を務める多賀さんに話を聞いてみると、監督になられてどのぐらいになるんですか？私はあの外部コーチで、はい、教員ではないんですけども、はい、21年なんです、ね、21年、ね、さくらちゃんと青菜ちゃんなんですけども、はい、どういった選手なんですかね？さくらは、まあ、うん、頭もいいですし、うん、感じる力もありますし、うんうん、でテニスはやっぱジュニアからこうずっとやっていて、技術的に言うと、まあ、全国でもトップクラスだと思います。で、アオナは、中学校からテニスを、うん、で今、やっぱラケット競技っていうのはジュニアから始めないと全国に出れるような、うん、選手にはならないんですけども、うん、でもやっぱり真面目で、まあ、彼女も、学校の成績もいいですし、うん、賢いので努力を重ねて、うん、でここまで成長したって感じですね。なるほど、これからどういった選手になってほしいですかね？勝負を楽しんでほしいというか、うん、まあ、緊張したりとかいろいろあると思いますけど、それも含めて楽しむ力を、うん、掴んでほしいなと。で、あとはソフトテニスはやっぱりあの障害スポーツなので、うん、これ高校卒業してからまた青年女子として一般で活躍してほしいし、うんうん、その後も子育てもして、うん、またテニスもやって、うん、そういう選手になってほしいです。なるほどね。今しか味わえない緊張感を楽しみながらベストを尽くして頑張ってもらいたいと話す多賀監督。2人の相性や成長に期待してさくらさんと青菜さんをペアに選んだといいます。これからの活躍にも期待したいですね。ソフトテニス界のネクスター、ザハさくらさんと玉城青菜さんの話を聞いて、ソフトテニス魂に火がついたパッションさん。そこでネクスター2人が行っている練習をパッションさんも体験してみることに。まずは壁打ちを体験。だいたい5回ぐらいはうまくラリーを続けてもらいたいですね。これが世界レベルの壁打ちだ。ダメダメ。あーした。いやー、一生懸命なのは伝わりますが下手ですね。このままでは終われないということで、お次は前衛の選手がよく行うボレーの練習を体験。ボールが向かってくる恐怖に打ち勝ち、うまく返すことができるか。果たして。はい、じゃあ高ちゃんお願いします。お願いします。おい、さっきもちょっと時間じゃないか。おい、おい、よし、止めたるよ、止めたるよ、おい、おい、おい、じゃあ、ほら、ほら、やらできんじゃん、ほら、おい、おい、おい、ほら、おい、え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 い、せ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 い、あ、いや、もう帰る、もう帰る。どうしてやってんだよ。あ、まあ、楽勝だったね。あ、全然できてるのに生まれなかったボレーって。あ、そうなの。どうなのボレーできてたの。いや、早い打球にパッションさんは全く反応できていませんでしたね。このスピードにビビらずしっかり打球を返す青菜さんたち前衛の選手はすごいですね。ネクスターのさくらさんに青菜さん、そして名護高校ソフトテニス部の皆さん、取材へのご協力ありがとうございました。ソフトテニス界のネクスター、ザハさくらさんに玉城青菜さん、これからもソフトテニスの技術に磨きをかけ大きな目標に向かって頑張れ。はい、それでは目標を聞かせてください。全国インターハイ団体ベスト8。イエーイ。そうね、出るからにはね、上目指したいね。はい。ザ・さくらさん、玉城青菜さん、そして名護高校ソフトテニス部の皆さん、これからも目標に向かって頑張ってください。せーの、 We are NEXT。
はい、すごい。これが実際試合でもこのボール、はい、見て、なごちょっと可愛いね、なごちょっと書いてる。え、これ、あ、そうか、これあ、びっくりした。あの、これ書いてんだね、これ、なんか一人、はい、一緒赤字だから一緒のままロゴかと思ってびっくりした。あ、思ったよりちっちゃいね。ね、ちっちゃいこれ。これね、もう見た目、なんか普通のロケットだ。これはアナちゃんのラケット。はい、あ、かっこいいね。あ、軽、あ、軽、あ、軽い。これあのソフトテニス用のラケット。あ、思ったより軽いわ。あ、すごい。これなんかあの重さの違い、強度とかも結構変わるのね。はい、違います。すげえ。これどうやって握るのこれ？あの、どうやって握るの？こうやって握る。はい、基本的にはこうして。あ、一回こうしてこうやる。で合わせるっていうのが基本で。これ何、この合わせるの、こうやって合わせるの何、これ一回一番になろうみたいな、一番になってからやるみたいな、そういうおまじないそういうわけではなくて、そうなのかもしれないですね。そう、絶対そんなことない。あ、こうなんてやるんだ、こうやってやるんだ、へえ、あ、すごいね。テニスあるあるでさ、なんかよくおー、いらしてくれーってやんないの、面会、面会でーすみたいな、そういう、あ、そうですね。それはやったことないです。やったことないの。ギターとかはありますね。おじさんさ、これ昔ネタでさ、このラケットを使うネタの時に追い出してくれってめっちゃテレビで大爆笑したんだよ。君らがまだ生まれる前に。やらないんで、じゃあやってみて。おーい、おーいってやっていけるから。監督に怒られたから、すいませんでした。